いつも当チャンネルの、えー、動画をご視聴していただいている皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。えー、早速ですが、本日は、えー、昨日、うちの家族の者のがカメラの向こうに見える丸大食品の、えー、赤いウインナーを、えー、お弁当のおかずにするために購入してきました。そして、えー、おかずにするために調理しているところ、えー あるものを発見しました。そのあるものとは何か見てください。はい、それでは、えー、こちらが、えー、お弁当の数の定番になっている、丸大食品の赤いウインナーですね。えー、こちらをですね、これちょっとカットしたところなんですけども、えー、見てわかるでしょうかちょっとピントが合ってないかな えー、見てわかりますかねはい。なんか先っちょの方にチラッと見えませんかねそれではですね、えー、もっとわかりやすくするために、ここの後ろに、こういったものを引いてみましょう。ちょっと見えるかなじゃない、ね、ちょっとズーム。はい。おっと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 ,っと。はい、なんか、 ちょっと、ご覧ください。毛が生えています。ちょっとね、えー、このカメラがね、そんなにいいカメラじゃないんで、えー、お伝えしにくいんですけども、えー、毛が生えたように、このウィンナーは、 えー、まあ、毛が、毛が生えてるようになっています。これね、あの、袋が開けた時についたとかいうものじゃないですね。こう、ちょっとなんか動かせばわかるんですけども、れ表面じゃないですよね。で、よくこう、見てみますと、はい。このように、えー、毛が、毛が生えています。 えー、私も子供の頃からこの丸大食品の赤いウインナーというものは食べてきたんですけども毛が生えてるウインナーは、えー、今回初めて見ました、えー、本日丸大食品の方に、えー、この毛について問い合わせをしました早速これを引き取って、えー、調べるそうですこれが、えー、人毛なのかそれとも、えー、何か動物の毛なのか はい。ちょっとね、ピントがまたちょっとずれちゃったんですけど。はい。このようにですね。毛が生えてます。はい。えー、これが丸大食品の、えー、赤ウインナーです。